ダゴリンゴは、単語変換、ミーム語い目録、オノマトペから作られるインターネット言語である。ウーフ、ボーク、およびドッグスピークとも呼ばれる。ダゴリンゴは犬自身のイディオムであることが暗示され、犬の頭に浮かんでくると人間が長年信じてきたものとして提示される。つまり、犬同士の会話で使われる犬語という位置づけである。ストーニーブルック大学女教授イルズ・グラハムは、ダゴリンゴを、 容赦なく親しげに陽気で嬉しそうで間抜けと形容をした。ダゴリンゴでは犬をドッコと呼ぶが、日本のネットユーザーが、猫を、ぬこと呼んだり、犬のことを、犬と呼んだりするのと同様に、ただの言葉遊びである。ダゴリンゴは、既存の英単語に、様々な設備字を、ER、犬を付け足しは、ドッコ、パップは、プパーとなる、作られたダゴリンゴの単語にも、設備字を付け足す。 ダゴリンゴは、オノマトペに頼るところが大きい。ブレップ、ブロップ、マラブといった単語は、犬が舌を突き出す動作を描写する。また、ボーク、ブフ、ワフは、様々な犬の吠える声を描写する。ダゴリンゴは安直で、また犬の外見に基づいていても、単語を作る。例えば、ふわふわの毛を持つ犬は、毛皮の視覚的な質感に依存してフラフ、または、フラフと呼ばれる。 ダゴリンゴは動詞と形容詞を作るためにおなじみ発達なやり方に従う。すなわち動詞では、to do の代わりに、doing me a, 形容詞、e x t r e e l y の代わりに、平均といった感じである。ダゴリンゴの正確な起源は不明である。ウェラタドックスやドックスパティングといった様々なソーシャルメディアアカウント、4 c h a レディット、または、 タンブラーのようなソーシャルニュース収集サイト、画像掲示板はダゴリンゴを継続的に使用したり、自身のウェブサイトにダゴリンゴを使用するコンテンツをホストしたりすることによってダゴリンゴの使用の広まりを助けてきた。2014年、ドックスパティングフェイスブックアカウントの人気が特にオーストラリアで高まった。単語の末尾に王を付け加えるのは オーストラリアのスラングの特徴でもある。ダゴリンゴでは犬はドッゴまたはプパーと呼ばれる。その他の動物のインターネットファングループは好きな動物のための言語のためにダゴリンゴの監修の多くを採用してきた。ラルコットはダゴリンゴの先駆けかもしれない。ありがとうございます。